参りました。その、この今日が記念すべき1回目となりまして、ちょっとですね、人数が少なかったりとか、ちょっと顔がですね、硬かったりとか、緊張しちゃったりしてるかもしれないんですけれども、まあ、よさこいの人数の差が、演舞の決定的な差ではないということを教えてやるぐらいの勢いで、桃色が灼熱色に変わるぐらい、全力で踊らせていただきますので、皆様どうぞご声援のほど、よろしくお願いいたします。さあ、気合入れていくぞ。それでは参ります。オーカーパイ。我らひときら桜の花びらとして、風に舞いひらりかよや。さあ、浦和の一発目、ぜひご覧ください。さあ、今から曲調は変わり、静かな音楽が流れてまいります。今から